てるよ、けど、フライデーザ13th。はい、来たこれ、ジェイソン。はい、バリバリハントしていきますよ。さあ、まずは、このジェイソンハウスの中にあるナイフを回収。その後、電話ですね。電話の、ぶっ壊れてるところの前にトラップを置きに行きます。もうこれはセオリーですもん。はい。ナイフはねえか?ねえな。で、近くにカウンセラーがいたら襲いかかるんですけども、どうやら近くにいないようですね。はい。では、次の車のポイントに移動します。車、バッテリーと、ね、このバッテリー直す位置と、そして、この、左ハンドルのこの運転席の場所と、そして給油口ですね、給油口の場所どこかな、こっちだったっけ、逆か、まあまあいいやね、こう周りに仕掛けといたらですね、引っかかることが多くなりますからね。はい。で、まあボートはね、もうボートはその目の前仕掛けられないんですよ、乗るところとかで。橋桁があって、橋桁の先に仕掛けてもまあまあ塞ぐようにトラップは仕掛けられないんで。はい。それではカウンセラーを追っかけていきますよ。ああ。このジェイソンの特徴は、このテレポート。ね。今ちょっと精度かなり高かったですね。よしよし。いいぞいいぞ。このテレポートの次のテレポートまでの、溜まるスピードが速いということと、走れるってことなんですね。この走れるっていうのが結構大きい。うん。差がどんどん詰まっていってるのがわかると思います。で、家の中に逃げ込まれないように、ね。はい。捕まえましたよ。はい。仕留めました。サバイバーっていうか、カウンターの行動心理としては、ああいう今みたいに逃げてるとき何考えてるか言ったら、あの窓に飛び込みたいんですよこういう鍵かかってる家の窓に飛び込みたいって思ってるんですよ。だからどっか家探してたんですよ今。で、目の前に家が見つかった。で、私も家見つけたということで、どうすればいいかって言ったら、先回りしたいんですよね、テレポートで。いた行ってえらいメガネっ子やってくれるやんか。あの野球バットおすすめですよ、カウンセラーね、取っててね。よしよし、ダメージ与えた。これうまいとこ仕掛けるよね。扉の向こうじゃなくて扉の手前に仕掛けるという。まあ単にね、僕がトラバサミに弱いだけかもわかんないけど。はい、家から脱出してますね、カウンセラーは。そこで1のテレポートを使います。はい、カウンセラーを発見し、どういう行動に出るか読みます。ああ、あそこに逃げようとしてるのか。ああ、ちょっと遅かったな。まあ、ここからカウンセラーの選択肢としては、まあ、ジェイソンが迫るまでに脱出するか、まあ、もしくは建物の中で、まあ、ジェイソンをギリギリまで引きつけて窓から逃げるかと。隠れるっていう選択肢を取るカウンセラーは今んとこ少ないですね。で、まあ、その家から離れていった、まあ、カウンセラーは、そうですね、2で、2の能力で確認しながら、まあ、できれば4の能力と組み合わせたら非常に効果的なんですけれどもね、この今ちょっと画面が青くなってますけど、近づいてるのを察知されにくいですからね。
はい、距離を詰めていきます。あー、これは私のミスです。今のはスタミナが切られてる状態で持ってる武器のツルハシである程度こうダメージを与えて引きずる状態になってから掴めばよかったんです。そうすればまあたとえ折りたたみナイフでね今みたいにやられたとしてもそんなに距離離されませんから。はい、でもまあ追いつきますね。ガソリン持ってるのが大きいですね。ここにこの道路にあるガソリン見つけるのは困難ですよ、他のカウンセラーがね。これは車で脱出したりボートで脱出する上で非常に困難になると思います。お、ボート脱出狙ってんのか。お、ラッキーラッキー、即ワープ、即つかみ、即殺しでしたね、今。さあ、あとメガネっ子もね、奥の手の銃を使っちゃった後やからね、無防備でしょう。仕留めましょう。ああ、あの建物の中にいているな。はい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 。ん？なんかトラップに引っかかったね、誰か。さあ、勝負だ。コンバットモードで行こう。これ防御ですよ今。おいしょおい、防御して攻撃。おお、やられたC ボタンを押すとコンバットモードに切り替わります。移動速度は遅くなりますがマウス右クリックで防御ができるようになります。はい、掴んだぞ。おお、折りたたみナイフやな。よしよし、さあ勝負や。さあこの状態ですね、防御。今キーンってなったと思いますけど今の防御です。むっちゃやられてるやん下手にコンバットモードせん方が良かったかこれ。はいはい、待て待て、すごい引くぞ。よしよし、そうでしょう、あれ当たるんですよ。窓の奥に行ったとしてもあのツルハシの射程範囲内だったら当たりますからね。お、これは僕見たかった。はい、暖炉だ。あっちー、あ、えぐいね。あ、やった、初めて見れた。あー、よかった。あの暖炉キルがねずっと見たくて、なかなかでもね掴んでからそのすぐの範囲内になかなかいないんですよね。はい、見つけたぞ、見つけた見つけた。ボートに乗ろうと画策してた二人はアウトですよ。あと警察電話かな、狙ってるやつがいるかもしれない。うん、まだ最初に仕掛けた罠はまだあるね。はい、こんにちは。おっつ、お、バッテリー持ってるやんけ。車で逃げようとしてんのかな。ほうほうほう、いやいや、潰す必要はないんですよ。私もうすでにぶち壊しモードに入ってますからねこれね。はい、どこや、おったおったおった。うんうんうん、詰まるぞ。あー、惜しい。もうちょっと先にワープせなかったのに行って。ジャービスか。
後ろから撃たれたな今。さあこの建物の中のカウンセラーをね狙っていこう。ほら、おい、イカさん、イカさん、弱らしてから掴んで、はい、しとめます。はい、見つけた見つけた、おるな、おったおった、あの走ってるジャービスを仕留めよう。カモン、おう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 、さすが早いなジャービス。スタミナを消費させましょう。でも家ないね近くね。これジャービス積むぞこれ。ほい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 、どこに行くのかな。おいおい、差が詰まってくるぞ。だって家ないもん。逃げ込む家がありませんよ。はい、差が詰まってきた。もうスタミナ切れじゃないか、さすがに。はーい、ジャービスそれで仕留めようかな。はい、これだ、ドン。パチキからの顔面つるはし。もうなんか跳ねた。ん？音したね今。聞こえたよね今。やっぱりな。電話のねジェネレーターのあのスキルチェックをミスした音したんですよ今。音出るか出るか。ジェイソン必殺バックブリーカー。さあこれで頼みの綱の警察を呼ぶこともできなくなったぞ。さあそれではセンスを使って残りのカウンセラーを探していきますが、まあ波紋が全く見えない時は位置の能力を使ってまあできるだけ広い範囲を探っていきます。あ、いましたね今ね。今はあの2の能力を使って波紋は見えないけども見えるんですね、あのようにステルスパラメータの高いキャラクターに有効です。はい、相手はフレアガン持ってますね。さあ僕はコメント欄で教えていただいたコンバットモードでフレアガンを防ぎたいと思ってたんです前々から。一回ちょっと頑張って防いでみよう。防御して、ほら見た今の、今みたいにですねフレアガンはコンバットモード中の、防御で防ぐことができます。いやこれ大きいよね。そう、あのなんかね服かけるフックにカウンセラーをこう引っ掛けることができるんですよ。それで倒したかったんやけどな今ちょっと無理やったね。さあ追い詰めるぞ。はい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 、見える見える、そんな遠くには行ってない。なるほど、建物の中に入った。まだいてるな。ほいほいほい、見つけた見つけた。ほいほいしょ。お、結構タフやな。え、まだ引きずってないやん。今3発ぐらい入ったよね。ワープ、勝負。はい、フィニッシュだ。はい、パチキからのツルハシコンビネーション。はい、ということでフィニッシュしてまいりました。全滅でございます。んー、お母ちゃんは嬉しい。
よくやったジェイソン、よくやったってことでね、はい、あ、今回良かったなと思ったのは暖炉キルとあとフレアガンを防げたことですかね。この2つは、うん、僕今まで見たことなかったので良かったかなって思ってます。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またまたチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録を、よろしければ高評価をいただいたらありがたいです。はい、ではさよなら。